大リーグ司会実況の日吉達也です。解説は佐々木聡が務めます。久さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第11期女流王位 A リーグ第6節 E 卓2回戦当杯の開始です。第11期女流王位 A リーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟の A ルールで行われます。2回戦はチーチャから斉藤、ナンチャ中川、シャーチャ結城、ペーチャ枠津の並び、ドラは初です。さあ、久さん、1回戦が終わりましてご覧のような成績、石田の、欠場、プレーオフ欠場が決まっておりますので第9位の選手までがプレーオフ進出となります。斉藤入ってきましたね。結城が今一つ下に落ちているということですね。斉藤が今プレーオフ圏内です。中川すごい手ですね。すごい手ですね。映っているのは結城、チュンが統一、チャンタ系の手配か。ドラは初です。この一色に向かうんでしょうか。リャンピンかな。チャンタだと少し安い。なるほど。第1打数万から枠津はマンズで一メンツ、親のサイト、おっと、まず中川が仕掛けますね。これはいわゆる地風でも馬風でもないシャーからの仕掛け。残っている手にはペーとハツが統一、さらにスーピンも仕掛けてイーシャンテンです。ピンズ連打してる。これは先にということですか。ちゃん、まあ、3色狙ってるんですかね。結城が仕掛けますね。結城はトンがアンコになっていて、これでチャンタのイーシャンテンではあります。場合によっては本一までか。今度受けに入ったかな。はい、シャアの果敢。ペーをあんこにして完リャンピン転敗。リャンピンはどうだ。枠津の手にありますが、枠津はもう受けましたね。斉藤ドラの初だ。これで完全にストップになりそう。本一へ向かうか。まあそうですね。イーマンが一枚切れ、リャンマンはションパイ。ここは本一へ向かう。この中川の手はまだ本一と断定できないですか。まあドラはなんとなく絡んでそうな、ね、うん、シャアから泣いてるんですから。はい。トイトイ本一などが考えられる場面、斉藤関連ピンを引き入れます。ただドラの発が浮いている。天敗官老層。こうなると勇気も行く構えになりますか。なりますね。老層だ。勇気の上がりです。トン本一ちょうどだ。5200ですね、はい、積もると16残にと、はい、いや、ここは勇気の上がり、中川後輩パイでしたが上がりには至りません。1回戦4着だった勇気、この2回戦まずはこうスタート。いや、残留争い、そしてプレーオフ争いもかなり熾烈になってきています。トンの2曲、親は中川、ドラはパーソーです。こちら中川の手配、統一が4組、第1打は9ピン。結城の手配は良さそうだ。いいシャンテン、いいシャンテン。場合によっては2差しまで伸びるかもしれない。靴も軽そうですね。なるほど。こちら側靴、ドラも1枚あります。さらに手広くなる。2差しが見えてきた。
なんかこうなると結城の手は例えば何でしょうね、3層とか数層引いたテンパイだと切るかもしれなんか納得できないと言っない。てるあれですが、これだけの手配早いおもし、そうはですい、ね。例えばチーピンパーピンのタンヤオのテンパイはどうですか。チーピンパーピン引き、まあ、テンパイ取るんじゃないですか。ああなるほど。まずは枠津がリーチ、こうなるという気も、ある程度のところで抑えなくてはならないかもしれない。カウソ引いたんですね、今。はい、大物手です。まっすぐ行ってます、勇気は。ぶつけていく構え。サブローピンは中川の手に2枚、結城の手に1枚、場には1枚です。残り4枚、十分に残っている。少しリアン層が薄くなってきた。4枚飛んでますよ。結城の目からリアン層などがたくさん見えると、どこかで引くということになそうるかもしれでない。ローピンが斎藤のところに来る。これただ何て言うんでしょうか、2差しが決まらないと、なんか押す手に見合わないかなというような。そうね。で、そうなってウーピンを打ち切れるかどうかもありますからそうね。です自分ね。でたくさん持ってるから。これはどうだ。パーピン切るとローピンチーピンというのもありますね。チーピンが現物。リアンピンは打ちにくいか。パーピンって差し駒待ちか。はい、ああいっおた、お、これで上引きで差し駒だね、確定で。6球ピンのテンパイです。ユウキここは強く押しおお、てい来ましたく。ね。斎藤パーピンが重なります。打ちたい牌はどちらも当たり牌。チースはドラ表示牌です。ヤンマーかな。リャンマンを打っていく、ワンチャンスといったところでしょうか。6球ピンはかなり薄くなってきましたね。もう1回リャンマンか。だって結城の押しがかなりきついからね、はやっぱい、り。数万イーソーペー、数万イーソーリャンピンと。ウーガンがもうないんだ。なるほね、ど。1枚切れてますし、はい。サイトワンコだから、差し子には変わらない。ウーソーが夕日からは3枚見えている。9層が通っています。サブローソーワンチャンスではありますが、ここは打っていく。9ピンがもう残ってないですね。6球ピンはローピンが1枚、サブローピンはまだありますね。ローピンが1枚と3ピンが2枚でしょうか。そうですね。チーソーもいおお、く。全部いく。しかし、いろいろ通り過ぎてますからね。もうどっかはでい、やめることも考えてるのかな。これはリャンピンと切り替えか。親の中がチビトイツイーシャンテンで粘っていますが、三層は筋。いやー引かない。なんだ枠通、どうして引けない。ああ、6ピンなくなった。もう枠つつもがないです。ああもう3ピンも他に流れていと1く。枚、3ピン。これが入ってもう上がりはありません。結城9万は無筋、パーマンが2枚ですかね。3枚見えています。ワンチャンス、折りも十分に考えられる。ダブルワンチャンス。
チーマも3枚ですか。ただ結城ここは降りた。いやー、なんて言うんでしょうか、今季の枠つを表しているような流局になってしまいましたね。サブローピン十分に山には残っていたんですが、引き上がることはできない。トンの三曲、親は勇気です。ものすごい押し返しを見せましたが、最後は折りという形。ドラはなんです。ああいうのきっちり上がっていかないと100ポイントっていうのはなかなか遠いですよね。まあ1回戦目に10枚乗せてるからね、はい、またさらにハードルが高くなってるんですけど、斉藤の手牌は7、8、9ちゃんた系の手牌。ドラの何です。1日3の3色も見えるが、ここは馬切り。ワクツの手牌もまとまっています。ドラの何は斉藤のところにも来る。結城一面つ完成。ここで1日3の3色は見切ってペン算数を払っていく。靴もなかなか高い打点が見づらい手ですよね。はい、子供、まあどうなんですか、無理して大物手にする必要。まあポイントは親の連チャンだと思うんですよね。はい、きついけどね。あ、でも本人もある程度分かってると思うんですよね。やっぱり最終戦だけ帳尻合わせようとしたって、うん、やっぱ無理は無理だと思うんですよね。その道中でいかに早く感じ取れるかっていうかね。はい、うん、まあ、僕も経験ありますけどね。やっぱ負けてる時はどっかおかしいですから大体。なるほど、はい、バランスが悪いというか。そう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 。ワクツはイーシャンテンまで来ている。お、これで斉藤イーシャンテン、ドラの難が浮いたイーシャンテンです。中川もイーシャンテンになる。愚形残り、勇気一歩前進。三ピンはつもぎります。はい、やまりますね。はい、これで手広いイーシャンテンになります。カンチーピョン引ければ打点的にも申し分ない。そうですね。さあ結城、これでイーシャンテンになります。ワクツのカンチーピョンはかなり薄くなってきましたね。3万、3万いけるか。そうなんですよね、うん、はい。あ、ここでカンパーピンにターツをチェンジ。マンズがすごく安いからな。はい、おーっと、勇気の先制リーチだ。ドラの難短期。斉藤の手がこれでブレ、あー、テンパイ。チーピンは現物。売っちゃいそうだけどな。僕やめると思いますよ。旬の統一落とし。そっか、まあ、確かに切り時もっと前にあったっちゃあったんですもんね。あ、確かに。、さあ枠つまっすぐだ。いや、まっすぐ、また高打点を見たいっていうことですか。パーピンなどを切ると手広かったんですが、ちょっと打点的に物足りなくなる可能性があると。
チーピン引きを狙って枠ツーローピンをつもぎります。まあ確かに枠ツーの押しを見て、はい、やめてもいいかなって思いもありますよね。うん、あこれは理想的に引いた、すごいローピン切りですよねこれ。お復活した、白すごい、なんてあんでしたっけ、なんはもちろん勇気の、あ残り1枚1枚ある、おあー行かない、行かなかった、へえ。今のはもうちょっと我慢できなそうですけどね、白自分できてるし、はい、まあっていうか僕はカンパーピンテンパイ取っちゃってるんですけど、すごいすごいね、サブロー総対難短期斎藤は折りを選択、あと1回ずつ、サブロー総もこれでかなり薄くなってきたか、いやまだ残ってってますね、十分引けない、二人天敗での流局、勇気の連チャン、何の切り時がうまくいってれば、はい、もあったけど、まあ難しいですかね。うーん、Cピンを引いた時にペン3万払いましたが、あそこで何を切るっていうのはちょっと難しいですよね。まあ仮に何流れてもマンズが安いから、はい、マンズの下で対応できるっちゃできるんですよね。ああなるほどなるほど、だドラ切るんだったら何か理由を見つけなきゃしょうがないですもんね。うん、切り返しのね、はい、ただいらないからっていうわけにもいかないですよね。ペン3はペン中は残りで苦しかったですからね、形が、まあ、流れたとしても、仮に流れたとしても一応守備力はありそうだったっていうぐらいですかね、無理やり言い訳をつければね、はい、ただまあ実際難しそうですけどね、さあなんつれトンの3局は日本馬ドラバリアンマンです。ワックスの手はまとまってきている、斉藤ドラのリアンマン引き、これは絶好のリアンマン、789の3色も見える、あーウーマン切りですね、一気通過見切る、順調ありますよね、はい、打点力あるからね、あーこれはもうちゃんと決め打ちと、勇気これでドラの両面ターツができる、ワックスも一歩前進、イシャンテン、スーパーマン一応残してシゴロにしたいんですかね。ただのピンフだけだとちょっと物足りないから、はい、スーマン短期の闇点、はい、あドラのリアンマン切りましたね、中川がここで目いっぱいに受ける、勇気も一歩前進、パーピンが重なる、これちょっとあんまりジャント候補としては、そうですね、キューピン3枚切れで、ああなるほど、勇気シャンテンスッチーピンに変化、替え玉点かな、強託3本、はい、リアンスを振り返ったらリーチかな、うん、なるほど、ここは単品の闇点に構える、両ピンを引いてきた斎藤、これはどう打つか、9ピンが3枚切れなだけに、チーピン、パーピンが、チーピンがちょっと危ないかもしれない、枠つの上がりです、タンヤオピンフ、2000は2600、京卓のリーチ棒も3000点入ります。いや、ここはなんか、ものすごくいい玉点のような気がしますね。さあこの親が勝負と、
トンの4曲、親は和屈、ドラは3万です。いやちょっと苦しい、ハイパイ、苦しい。第一打初から斉藤も良くはないか。中川9万から打っていく。結城はトンが統一、ドラメンツも完成しています。結城は本一行きたいぐらいじゃないですかね。なるほど、うん、現状マイナス20か。そうなんですよね、今下の方が近いですか。いや上のが近いですね、はい、ボーダーが今斉藤の 4.3 ポイント、トータルポイントでいうと 4.3 ポイントになってますので。あ、トータルの数字じゃない、今日のマイナスですね。マイナス20っていうのは、そうです、はい、今日のマイナスです。いやー、親の和屈ちょっと苦しい形。ゆうき、ここでどうやらマンズの本一は見切る構えですね。しごろの三色などを狙っていくか。おっと、ウーマン引き、ローピン、スーピン、その先にマンズの本一ありますよね。はい、パーマン、これはシゴロの方か。そういうことですかね。中川と統一が3組です。ん、今カンウピン払っていたらひょっとしたら本一というような。まあそうですね、本一の方がなんか早そうだ、仕掛けやすいしね、トーン、シゴロはなるかどうか分かんない。本一は絶対狙えばなりますもんね。うん、そこだけ切ってしまえばいいわけですからね。和屈官老層を引き入れる。ちょっと相撲が噛み合わないか。斉藤チーマンビ、ここはパーピン切り、中がドラが重なる。勇気もいいシャンテンが長い。和屈には若干のチャンスが残されているか。いいシャンテン取らず受けですね。何は安全牌みたいなもんで、はい、うん、これで両面2つに変化です。勇気トーンがお気持ちになりましたね。結城と中川ですね、はい、いやこれはちょっと9ピンの統一落としが痛い形になってしまった。いやー、和屈がちょっとつも噛み合いません。どっかで仕掛けも入れるんじゃないかな。これでいいシャンテン、経典もやむなしという構えにするか。チリトイツイーシャンテンの中がここでメンツができます。ドラは3万、チリトイツにします。ローソー切り、ああチーですか。あ、泣かなかった、泣かない。ナンがアンコになった斉藤もこの2万はかなりな前から引っ張ってますね。そうですね、嫌なのかな。
ソーズ。いやー、勇気も転輩しません。誰に嫌な雰囲気を感じてるのか。ああ、難を切っていく。ダマ点が入っててもおかしくないってことですもんね。こんなそうい警戒するってう、ことは。もう8巡目、9巡目あたりから、パーピに手をかけたあたりから、もうリャンマンは切らないような。そうですね。いやー、テンパイできない枠2、残り2も1回。中川も脳天です。勇気もダメ。どうだ、最後。いはまっやー、テンた。パイできず、なんということでしょうか。各社イーシャンテンが長引き、全員脳天での流局。いや、ワクツは痛いわ、幼稚。何入です、何の一曲、親は斎藤。まあ一人テンパイ取れてたかもしれないですけどね、斎藤。ただ、はい、繊細さが持ち味ですからね。そういうことですね。まあ、こういう小さい加点よりも大きい高打点を狙って、そこでポイントを伸ばそうと。トンアンコですね。いや、これは高ハイパイ。2メンツ完成していて、トンがアンコ。第1打ペー。中川ダブナンが統一。結城もマンズで一メンツ、さらにペーが重なる、チュンも統一です。これはもう本一狙いになりそうだ。ワクツ統一が4組ですね。ここは9万切り。まあ、なんとかドラドラチートにして上がりたいですね。そういうことですね。あと、メンツが完成。あ、しかし、ここはドラの急走は切らない構え。結城2枚目のペイも泣きませんでしたね。斉藤イーシャンテン。ただ本一は狙うということで狙すうでが、しょうね。はまあ、い。チュンは泣くかな、これでも。これペイから仕掛けると、やはりちょっと警戒されてしまう。まあ、ただ、二泣きですからね。そうですね。あっと、ペンチーマン払った。チートいつ。チーマンが3枚切れ。まあ、ペイ投げてると、チーワンは自力で入ってたわけですね。サイトのそうです分析だから。ね。中川、白、ダブナンと統一です。ワクツドラが重なった。中川ドラの急走はあっさり積もぎります。ダブナンピンコ。来た。ピン1枚切れ。結城チートイツイーシこャンれテンは一緒取にらず取にらず。ペイのトイツ落としか。テンパイです。リーチ。3万狙ってるんですね、ローワン切って。3万と3ピンのシャンポン待ち。なんで医者で取んなかったの結城ですね。かな。ペン持ってた方がね、安全パイとしても使えるからね、はい。あそこで切るよりも。ペンチーマン来た時はそんなイメージかなとも思ったんですが、
チートイツイシャンテになったところでペイの統一落としに行きました。ユキー中川のドラ切りにちょっと反応したっていうことも考えられますか。まあそれもあるでしょうが、チーは3巡目ですよね。面本っていうのもちょっと考えづらいので、うん、イシャンテン。さあユキーこちらはグッズ、こちら降りてます。仕掛けたテンパイースーマン追いつきました。中川、中川としてはライバル斉藤の上がりはまあ避けたいというか、なんとかしたい。イースーワン薄いですね。かなり薄い。イースーワン、イーマンはない。スーマンが1枚ですか。そうですね。あー、ここに来た。中川の椅子は残っていない。3ピンと3万のシャンポン待ちは3万が1枚ありますかね。3ピンはありません。中川が3万引いたらちょっと危ないで、危ない、危ない。あ、ただもう順目がないですからね。すでに打っちゃうんじゃないですか。テンパイル欲しいから。そうですね。さあこれが入って、斉藤中川2人テンパイで流局。ここは中川よく粘ってのテンパイ。伊藤の連チャンです。何の一曲に本場。ドラワシャーです。んー、ちょっと苦しい手配か。ドラのシャーが1枚。中川も自敗が多い。結城はチーピンがあんこ、統一が2組。さあ3ピンもあんこになる。ペンチーソーから払っていきます。9層2枚、まあ縦みたいですよね。そういうことですか、ね、重なりにくい9層切っていきました。結城あ、急速切ってもパーソーは切りませんね、うん、ペイは1枚切れたので合わせましたね。はい、こうつてを狙っていく勇気。中川単品系の手配でしょうか。ローソーチーからの単野もあるんだけど、まあ多分なかなかいい感じがするな。雪ですか。はい、うーん、お、ドラ重なった。斉藤はじわじわ手まとめてきますからね、ハイパイ悪くても。これでもチート位置ですかね、狙いは。はい、おっと、これ狙い通りパーソーを重ねた雪。いいシャンテンです。いやー、これはチートイツ狙いになるか。中川もいいところ引いた。いいシャンテン。ワクツはチートイツ狙いです。いやー、重ねます。うまい。これで斉藤もいいシャンテン。ドラドラ。さあどう打つ。パーマン切り、うん、これは仕事の変化もありますからね。うん、トンは場に1枚切れ。イーソーも1枚切れてる。あれはピンツも切り。
いやー、テンパイすごい、ね、これは。そしてリーチ。リーチか。あのハイパイがこのテンパイになる。テンパってのはすごい。どうだろう、リーチまでいりますかね。どうなんでしょうか。リャンマンはちなみに2枚来てます。9600でも十分ありがたいと思うけどな。ツモにこう感触があるんじゃないですか。すごいですね、でもね。はい、リャンマン短期チートイドラドラ、山にはまだ2枚残っている。テンパテンパイですね。換算層、ここ現物のチーソーを切って換算層に受けました。連想切って変速三面ちゃんなども考えられましたが、そうですね、換算層順からテンパイしただけに中川はリャンマンが危ないかもしれない。 E1 が4枚飛んだんですよ。ああ、さらにとすごいね、盲点というか警戒されにくいところ、ツモ後押ししてくれた感じですよね。 G ピンは安感します、うん、イーシャンテンの勇気、とりあえず関連マンのリーチがないっていうのは大きいですよね。そうですね、今はっきりとそれが分かったわけですもんね、はい、いや危ない危ない危ない。いや、よくパーマンから切りましたね。まあ、とりあえずパーマン現物だから、現物中が押してるから切ってますから。パーマン勇気は危ない、これ危ないね。結構リンシャンには悪魔のリャンマン、これ転敗すると危ないですよね。いやもう先に出る、関連マンがないだけに勇気、これは痛い宝珠。いやー、このハンチャン3万点を超えていた勇気ですが、ここで斉藤の1万2千が炸裂。ちょっと前のめりになりすぎたかな。今3ピンもちょうど通ったところでしたよね。勇気3ピンなんか打ってたんですけどね、はい、これは斉藤としては勇気から値千金ですね。もうそうですね、これは大きな1万2千、はいはい、素晴らしいね、今のチートすごいです、はい、僕は地獄の城絶対残ってますもん、手に。ああそうなんですね、はいはい、うまかったね。よくリーチまで行きましたよね。でも本当ですね思い切ってリーチまで選択した斉藤あのハイパイを1万2千に仕上げて、そしてこのハイパイ、ものすごいハイパイです勇気も2面完成している全局、大きな1万2千宝珠すでにイーシャンテン、ただ目標は差し子の3色ですね。そういうことですね、まあ、あのシャンポンでテンパイ取ることはないと思うんだよな多分。はい、9万統一落としを視野に入れつつ、はいはい、まず自然に9万、もうこうなるとパーマン引いてのテンパイとかとりあえずちょっと欲しくないみたいな、想像先伸ばしたいなっていうような。そうですね、勇気はちゃんとちゃんとも見える手配ですが、チーピンを切ってイーシャンテンキープ。いやーどっさり、そしてリーチ畳みかけます。斉藤なんかもう上がりが約束されてるようなリーチに感じますねこの勢いまで考えると。久田さん、あの今こう斉藤が1回戦トップ、そしてこの2回戦も今トップに立ったわけですが、はい、こういう状態になったらどういったことを一番なんていうんですか意識してというか考えてるんですか。まあ、よほど手がまとまらないと押し返せないと思うんですよね、はい、タイプ的に斉藤のジャンプを知れば知るほどね、はい、うん、結構クゲリーチもそんなに多くないし、うん、打点もあるし、いつも。あ、追いついた。ここはまあ筋だからいいかな。パーソーリーチ行くかどうかってことですか。E ピン2枚切れ行きます。おっと、斉藤の先生リーチに勇気が追いついた。
打点は安いものの流れ簿記、うん、安いんだけど、あの行ける人が行くっていうね。おお、ここは勇気、見事な上がり、全局1万2000宝珠となりましたが、ここは意地の500戦いいですね。はい、サイトの上がりしか想像できないとかって言っちゃって、もういきなり外れるっていう、読みが甘いですね、まだ。失礼しました、ね、久さんやっぱりそうは考えてなかったですか、はい、行ける人が行ってくれっていう。ああ、なるほど。自分が行くときは行くけど、はい、行ける人がいるんだったら頼むと。そういう局面、こういう局面が訪れたときね、うん、あそこで勇気が引いてしまうとサイトの上がりだった。いや、まあ、それはそうですよね、ということですね。さあ、何の2曲です。親は中川、このハンちゃん2万3000点持ちのラス目、少しでも巻き返しておきたい。トラ1枚あるから、まあまあかな。はい、旬から。中川、今あのなんていうの、この第6節が始まった時は、入れ替え戦の順位だったんですが、はい、まあ、1ポイントでも沈むと高級確定ゾーンなんですよね。なるほど。で 1回戦で2着、そしてこのハンちゃんは今ラス目ですから、うん、まあもちろんすぐ上には、残留ゾーンも見えてはいるんですが、沈めない状況でもあると。まあでもじっくりまだ行っていいぐらいですよね。あとハンちゃん2回半、うん、はい、2回半慌てるところじゃないと。そうそうそう。シャーチャの枠が1枚目のシャーから仕掛けている。テンパイチュンが2枚切れてますね。高めのチュンはありませんが、まだ一気通貫などの変化がある。3ピンをチーしてリャンパーピン、なるほど。これもチーしたらウッパーピン、あ、いいピン、あっさりつも上がりとラサイでしたね。いいピンとチュン、4枚目のいいピンを引いて1300、2600のつも上がり、あっさりと中川の親が落ちる。さあ、そして何の3局を迎えます。親は勇気、内局では12000痛い宝珠、その後すぐに、攻め返す姿勢を見せました。この親番は大事にしたい。ドラは白です。ピン吹け、はい、9万から。靴も単品系、斉藤はまあ白を打たない構えにしていくでしょうからね。そうですね、お腹がいいですね、6チッパー目。はい、牛ピンを引き入れて何を打っていく。さあ、どう打っていくか。ピンズほぐしたいかな。うん、あ、嘘嘘打っちゃうとちょっとね、あのゴロッチとか、はい、単品三色みたいなのが可能性いっちゃうから。うん、こうなると想像はなんか数値層を引いた時は単ヤオスライドですが、他の想像はもう全部切らなくてはならないかなというような、これでいいシャンテン。中川はちょっと相撲が噛み合いません。ローソー引き、いいシャンテンですね。カンチーマン引きなどのリャンパーソーはさすがにドラ打ちになりそうですか、はい、ゴロチのいいシャンテン、勇気大物手が見えてきた。今なんか9ピン切っておくと、例えば想像の一通変化もありましたからね、難しいですけどね、勇気をね。はい、こちらですね、パーソー9層とか引くとパーピンは捨てて、はいはい、ソーズの伸びも
見ていい場面だったと。手役派らしい解説ですね。久さん出ちゃいました。やっぱ自然と今一気通貫に目が行くあたりは、はいはい、そうなんですよね。A ルールやってなかったら絶対見落としてますよ、ね、見落としてるっていうか 見てないっていうことですよね。確かにそうですね。カンパーピン引きにそこまで魅力が、魅力を感じないんであれば、一発裏ドラマージャンばっかやってるとね、はい、どうしても手役をこうおろそかにしがちでしょ。うん、おお、これは理想的だ。スチーマンのリーチに行く高め単品3色。あ、これチーマン残ってますよ。2枚残っている。あの宝珠を取り返すことができるか勇気。6000ドルか。はい、チーマン中川のチーマンちょっと危ないっちゃ危ないね。ああ、確かにパーマンなどを引くともう相当危ないですね。6-7-8にしたいな、待って。お、ああこうなるとさらに危ない。ウーマンウーソーはもうほとんど止まらないでしょう。中川勝負手になっています。スチマン残っています。高めのチーマン2枚残り、ローマン通った。スーマンが残り1枚ですね。スチーマン高めのチーマンが2枚。ということは中川がチーマンを引く可能性も十分にあるわけですね。うん、ウッパーソーのウーソーは相当薄いですからね、これ。いや、打てないな。そうですね。ここでギブアップか。はい。どうやら中川の方針はなさそう。となると勇気はあとは自力か。さあ残す勇気の積もはあと2回。高めのチーマンまだ2枚残っています。斉藤打つ牌はありますね。ここはチンを切っていく。いやー、あと1回だ。あー、1枚でも休めはなくなった。なんかああいうイースーピンでちゃんと押し返したってなると、こういうの上がってほしいって気になっちゃうんですよね。まあね、わかります。わかりますか。ありがとうございます。なんか勝負したご褒美じゃないですけど。さあ最後のツモだ。いやー、引けない。チーマンはワンパイに2枚。取り天牌での流局です。いや、挽回にもってこいの手牌でしたが、ここは流局。まあ斉藤もほっと一息っていう感じですかね。危ないっていうところですよ ね。仮に雪が3万 4,000 持ったら闇手の選択もあったかもしれないですからね。ああそうですね、さあ何の3曲は1本場ドラはペイです。そうなると中川の7万がどっか出てたかもしれない。おっと、いいシャンテンですね。ただちょっと打点力はない手か。ただ2万1個浮かしてたから1-2-3見えましたよね、多分ね。確かに、6球装引きはもう天牌取らずになりそうですね。そうですね。いや、中川の手もいい。運品あたりをしてもらうんだけどな。リャンマーちょっと聞いたくない、ここまで出来上がってると。そうですね。ああ、リャンマンだ、目いっぱい。ここは打点は捨ててもスピード親の連チャンだけはしたいっていうことですかね。いや、これが絶好の判断。6球層のリーチ
中川の手がかなりまとまっています。筋の両ピン。は今打っていく。こうなるともう押し返せそうなのはこの中川ぐらいですか。ドラのペーきついね。ドラ重ならないと前いけないですか。もう受けに来ちゃう。そうですね、ちょっと厳しい手配になってきたか。阿久津が突っ込むかもしれないな。お重なった。これでいくか。こうなると逆にもう全部押し返すぐらいの、はいはい、イメージになってくるかもしれません。ワクツも徐々に手がまとまってきている。いい焦点になってきた。あ、これ当たり前だけど、そうですね、どこかで出ていってしまうかもしれない。いい、そうか。ワクツこれで単品イペイコーなどいいシャンテン、リャングスを引いたら勝負の構えか。ただ今回仕掛けもあるかもしれないですね。次親番、はい、オーラスの親番だから積も上がりです。ゆうきリーチ積も1000は1100オールの積も上がり。あ、供託が解消されてないですね。あ、本当ですね。ドラバリアンソあれが欲しくてみたいなとこもありますね。そうね。あ、今ワクツが、はい、指示しましたね、うん、さあ勇気ハイパイ良さそうだ。ドラバリアンソお、統一が統一が多いですね。5組2ショットだ。ただこれチートイツ1本にしてしまうとどうですか。これなんか両方見たいような。久田さんこれ何切るんですか。まあ、スーワンか嘘しかないですよね。スーワンか嘘どっち見るにしても、うん、さあワクツはハイパイで2面使完成。多分ハイパイシャンテンですからね。言っても遠くからテンパ入れられそうですけど、はい、うん、そうか。ここは嘘切り。斉藤は初が統一。中川関連ピンを引き入れる。ちょっと狭く打ちましたか。うん、嘘なんていうのは5番に今2枚切れててメンツの種になりやすいかなと思うんですが、はいはいはい、斉藤チュンが重なってここはマンズの本一。リャンマンも重なる。斉藤は今ドラが1枚浮いていって、今この初ですね、これ仕掛けるか。仕掛けましたね。追いついくんですね。リャンソー起きたね。あ、打ちます。ここはドラのリャンソー打っていった斉藤。もうこれははっきりとマンズの本一と。そうですね、はい。あ、これは勇気チートイツ決めましたね。7番が2枚切れ。メンズ手は見切る構えか。まあ、斉藤がマンズの仕掛け入ったってのも大きいですよね。うん、磯は狙えそうかな。つもぎりピンズの上がいいと見ているか。場合によってはメンツ手の保険もかけたか。勇気どうせピンズで回したくないから、はい、まあ、9ピンもね2枚切れてましたからね。さ、中川いいシャンテンです。
チーマン、たった今パーマンが切られている。チーマンつもぎったワクツイシャンテン、勇気はハイパイシャンテンが転敗しない。ワクツ転敗ですね。ハクはションパイ、スーソー三枚切れ、ドラガリアンソー、ここはウーソー切りで転敗取らず、さらに難が手出し、三万が重なって転敗、つもり三アンコーリーチに行く。パーソーと三万のシャンポン待ち、どちらも場に一枚ずつ切れています。あ、ここに一枚ずつある。ということは中川の上がり牌は山には一枚も残っていない。チュンガンコになった。お、ほんとだ、9番仕掛けてるとチュンも投げたから、そうですね、9番を仕掛けるとチュンが中川のところに行って、おそらくシャンポン待ちの転敗になったんではないかと。硬いっすね斉藤は。本当ですね、この統一の年を見て枠2がやる気出すかもしれないんだな。ドラノレアンソーも4枚見えましたね。マンズだ、チュンになりそうですね斉藤。これは折りを選択。これは中川のリーチが功を奏したか。勇気はチートイツイシャンテンのまま、白両ピンチーソーリャンマン、両ピンが筋ではあります。チーソーはノーチャンス、ウーソーのいい、そうですね、ただションパイか。ここはいいシャンテンキープ、親を落としたくない。そう、4枚切れてるのでも大きいですね。2差しとか1、2、3の3色ないんだから。そうですね、ワクツ転敗ですね。斉藤が今降りたという判断、ワクツここは転敗を取ります。いやー転敗できない、両ピンは通している。これはちょっともう勇気の転敗は無理そうか。ヤンマン出たってこと上がってたのかな斉藤ね。あ、いやポンして食い戻すんで同じだったでしょ、ツババンなんでしょこれ。あ、ポンしてポン中川から出上がりますね。そうでしょ、はい、そういうことですね。さあ背手回した、背手じゃなかったのか、背手ずらしたんですね。なるほど、うん、何の3局はワクツと中川の2人転敗での流局です。まあ斉藤攻めていればという、まあ、たらればですからね、はいはい、そこまで言っても仕方ないかもしれませんが、まあ宝珠に回ると減点割れという恐れもあった場面。さあ2回戦は何の4局を迎えます。親は靴、まあ、微妙な立場ですよね斉藤なんか。あのプレーオフには当然残りたいんですけど、はい、まあ、できれば数字持った状態で入りたいじゃないですか、今みたいなのも結構勝負手は勝負手だけど、はい、やっぱ打った時に、まあ、打点が分かんないですけどね中川の指名弾だったらまたもう一回やり直さなきゃいけないということで。そうですね。さあドラは3ピン、こちらなんちゃ斉藤の手牌、白が統一。
中川の手はまとまっています。勇気は原点まで2000点、もうこれ上がれば1000点でも上がれば原点復帰ですね、はい、京卓のリーチ棒が1本3本馬です。斉藤としてはこの原点は守りたい。さあこれは絶好の3品、ワックスの手もまとまっています。中川はハネマンのチャンスありますよね。 中が相当まとまってますね、うん、差し子に決まれば、はい、ドラの3品から一メンツ求めていきたい。一気通過になるとちょっとハネマンは難しいかもしれません。京卓が1000点と3本馬1900点増し、これでイーシャンテンですね。ただこのイーシャンテンだとハネマンは見えてこない。ワクツイシャンテン ペンサンマンカンローマン、ペンサンマン、サンマンは場に1枚切れ払っていく、うん、単位は変化ありますからね、スーピンいけば、うん、これ中川テンパイしたらドラの3ピンを打つとピン風テンパイなんですが、どうなんでしょうか、テンパイ取るんですか。まあ崩してもいいかもしれないですね。まあもちろん順目にもよるんですが、ワクツがイーシャンテン、あ、テンパイですね。斉藤がウーピンキューピン、いやー9ピンだ、いった、斉藤の上がり減点キープ、そして勇気は減点割れで2回戦終了します。1600か、1600の3本馬、2500の上がり、さあ2回戦終了です。2回戦はトップから枠津、斉藤、勇気、中川の並びで終了となります。続いて3回戦です。